皆さんこんにちは。マインドフルネス瞑想ガイドのメディテラスへようこそ。今日はちょっと変わった瞑想、理想の住まいを手に入れる誘導瞑想を行います。引っ越しが多い時期や現在の住まいに満足していない時、この瞑想を繰り返し行うことで、あなたに理想の住まい、場所、暮らしが与えられます。ぜひ最後まで取り組んでください。ちなみにメディテラスでは、毎日を豊かに、そしてハッピーに過ごすためのヒントや、初心者でも取り組みやすい誘導瞑想を配信しています。ぜひチャンネルフォローして、他の配信も合わせて取り組んでみてください。さて、今日行う理想の住まいを手に入れる瞑想、実はこれ、私も何度もこの方法で理想の住まいを手に入れてきました。住む場所や間取り、外観、家賃などなど、体験上ほとんど9割近くと言ってもいいぐらい見事に実現してきました。一見住むところと瞑想ってまさかと思う人もいるかもしれませんが、人間にとって衣食住はとても重要です。これは生命の安全欲求といって、人間の最低限の欲求だからです。ここが十分でないと、それ以上の、例えばこうして自己実現したいとか、そうした方向に潜在意識はなかなか向かないんですね。ですので、この中の特に住むところというのは、最もイメージングが効きやすい領域です。ですので、より理想の暮らしがしたい方は、ぜひこの瞑想を繰り返し行っていただき、理想の住まいを手に入れてください。それではこれから誘導に入ります。リラックスした姿勢で何度か深呼吸をしてみましょう。一切の緊張と無縁になって、夢の世界に行くような気分でワクワクしながら取り組んでください。もう一度大きく息を吸って吐いていきましょう。ゆったりとして心地よくなっていきましょう。さあ、あなたの理想の住まいをイメージしてみましょう。現在どのような暮らしをしていたとしても、それをより良くしていこうというのは正当な願いです。遠慮なく理想の暮らしを描いてください。
あなたは将来どのような暮らしがしたいですか？また近い将来、どのような場所に、どのような家に住みたいですか？その暮らしはどのようなものですか？ここであなたの理想の住まいをありありと描いてみましょう。それはどこでしょうか？どの辺でしょうか？実際にこの家というのがあれば、具体的にイメージしてください。外観はどのようなものですか？玄関はどのようなものですか？さあ、遠慮なくその玄関から入ってみましょう。入り口はどのようになっていますか？玄関から入ったら、どのような空間が広がっていますか？リビングはどうですか？隣の部屋はどうですか？どんな間取りになっていますか？今からここがあなたの家です。すべての部屋を見てみましょう。
さあ、ここでの暮らしはどのような暮らしですか？朝起きて、どのような光景が広がっていますか？家族はどうですか？生活はどのようになっていますか？毎日気分よく過ごせていることをイメージしてください。さあ、ここがあなたの本来の住まいです。ありありと、ありありと、このイメージを毎日描いていくと、それは現実化していきます。これからしばらくの間、理想の住まい、理想の生活をイメージしてください。